じゃあファープで最新信息。このような感じでやっていきたいと思うんですけど、時間が合ってるっていうので、ちょっと早めにやっていきたいと思います。那以按照这样的一个程序对大家进行介绍，鉴于时间的原因，我这边将会简短说明。おそらく皆さん、ご存知だと思いますけど、まず三角アービトラージというのを紹介していただきたいんですけど、 まずマーケットにおける3つの異なる通貨の価格の不一致ができるアービトラージの機会を利用する行為です。那关于三项套利，大家是应该听过。它呢主要是指利用汇率市场之间三种不同货币的差价来获取利益的一种行为。まず三角アービトラージなんですけど、FXなどでよくあるいる US ダラ。 そしてシンガポールドル。那我们在这里举例来为大家说明。アメリカドル、シンガポールドル、そしてユーロの方をちょっと例にとって紹介していきたいと思います。在这里有三种货币：美元、新币以及欧币。例えば、アメリカドルの方を100ドルをシンガポールドルで買うとします。那用100。 美币兑换一百美金兑换136新币。でそしてそのシンガポールドの方をユーロの方に変えるときに約90ユーロで買うとします。那136新币可以兑换90欧币。でそっちの方をユーロからまた取りに変えると100ドルが102ドルになって、で102ドルになりますので利益が約2%。 生じることになります。那90欧币又换回美元的话，可以换回102。